ちょっと裏ボス倒せないんで、練りメモリーズに思いを馳せるです。練りメモリーズを一個ずつ見ていくと、これ下の方にさ、この単価、和歌が書かれてるの知らなかったんですよね。知らないことないやろうけど、なんか見逃してて、なんで見逃してたのかわかんないですけど、一個ずつ見ていこうかなっていう。ちょうど去年の今頃、ヘイピクミンの図鑑を一個ずつ見てってましたけど、そんな感じで流そうかなとか、80個もあるんで、図鑑よりはちょっと少ないかな。図鑑よりだいぶ少ないかもしれないけど、でもそれでも多いんで、ちょっとずつ適当に流して、あと漢字読めないのバレると恥ずかしいんで、ちょっとずつ流そうと思うんですけど、1個目は、普通すぎて、あの番組だと怒られてる感じですよね。2個目。次が、これ、回そう。回した、さっき俺。桃色の閃光が背に向けて。桃色の閃光が脇を、なんか、読みづらい、これ。読みづらいです。戦略、こうやってシューターを持つ。シューターを持ってる人にはいい。ね。次。一直線、転がるぞ、死んでいくの。大腸こす。筒って爆弾のことなん、ボムのことなんかな？わかんないですね。海の上がスコップにつくときと同じで。なるほど。いやいやいや、海見る目もスコープと同じぐらい真剣って、これ、どうやろうか。車走らせる君の横顔、少し笑ってよぐらいの感じですかね。全然ちゃうわ。次、さまよう今は、友が恋しき。どういうことやろ？深すぎてわからん。俳句とか短歌って、こういう情景です。捉え方とかいろいろあるじゃないですか。絵と一緒で。それって、僕的には0か1にしてほしいんですよ。もう全員に伝わるようにしてほしいんですよね。捉え側次第みたいなのやめ、急に文句。すいません。次。2ステップが分からんけど、何の武器のこと言ってるの、これ。からんわ。練りメモリーと、練りゴム？この練りゴムやったっけ？これと関係はないんかな？関係もないのもあるんかな？ああ、深すぎて分からん。上目遣いで君を見た午後。茜さすがちょっと分かんないです、僕。落とした。これ、ボムとゴミをかけてるんですかね。次。何やろうな、これ。とりあえず俺はツンデレは好きじゃないかもしれん。なるほど、いい話やね。ちょっとこれ手抜き入っちゃいましたね、急に。赤信号、ちゃちゃちゃ、ねったっけ。なんとかなんとか、ああ、なんとか、なんとかなんとか、みたいなんと一緒ぐらい手抜きの感じになっちゃいました、こいつは。こいつボスかな。ボスいたよね。お尻ちょうどあったやつ。お尻ペンペンの人やったっけ。良い子の意になるんですね、あそこは。いや、やっぱ練りメモリに一応あってはいるやの意味。深いなあ。え、これはタコと一緒ってこと？タコの話？あのさ、ダジャレがすごいじゃないですか、このゲーム。Wii の時から。急にダジャレも入れたんだ。そこに半歌じゃねえし、短歌？はい、ちゃ、短歌やな、これ。川柳。急にそこにもダジャレも混じるっていうパターンになっちゃってきてます。なんかいいな、これ。花火ゼロ距離。いいね、これね。これちなみに練りゴムっていうか知らないけど、あれって、なんか流行ってるんか、なんか瓶に詰まってるの見たことあるやん。よう売ってるやん。あ
あれってドットの次、ドットの次やよね、なんか。ドットの次の可愛さがあるで、こうやってそこまで集約、ドットに集約しようとしたやつと、リアルじゃないけど、CG の、リアル CG の、ちょっとドットから離れた版みたいな。何言ってるか分かんないですよね、ごめん。もう分からん、これな。別のゲームになってるんかな。ペダルなんてあったっけ、ゲームに。ゲームとは関係ないのかな。それとも、この昨日、駅のタイトルで、あいつって誰やねんっていうあのツッコミをコメントにいただいたんですよね。そのタイトルつけたのは僕じゃないんですけどね。あいつって誰って俺も思ってるんですけど、そこも分からん時あるよね、たまに。これも誰か分からん。ペダルも何か分からん。これはどこの話をしてるんやろ。これテトリス？テトリスじゃないな。何の話これ。さっきも出てきたよね、シャケシ。ああ、なるほど。そういう戦い方があるのかな。なるほどね。ちなみに大地を見下ろしてましたっけ、あのヒーローモードは。そんなことないですよね。なんやろこれは。また鮭出てきたね。どういうことや。深いんけこれって。意味がわからん。なんか俺が思い出したのはあの麺やけど、あれ持って逃げた、あ逃げたじゃない、運んだ、持って運んだ。何これ、お名前はこれって。分からんわ。だんだん俺分からなくなってきた。これまだ D か B か、これ D か。離れる。ちょっと七七かそれ。コントロールの効かぬ涙は、コントロールの効かぬ涙、あ七七か。これはなんとなくわかりやすいですね。これどこのことかわかんないですね。そうなんや。そうなんや。結局ストーリーどんな感じやったんやろ、タコの。全然読んでねえや。そこにいるイカのジジイを聞いてくれよ。あ、ちゃんと合うね。歌にして読むと。なるほど。なんかこれは分かりやすいやつやったね。これ誰のことやろ。なんか分かりあるね。こういう。これ何やったっけな、罪。何やったっけな。風船じゃないしな。何の話これ。これ木か。これこの木とかかってる話、かかってそうではあるね。なるほど、かかってるね。
ていうかさ、これをさ、ダジャレ以上にすごい作る時間かかると思うんですけど、よーこんなところに時間割いたな、この。オクトエクスパンションってすっげーボリュームでかいじゃないですか。で、裏ボスまでまだ俺クリアできてないし、それなのにそのダジャレも80個考えてあるし、ストーリー、タイトルの。それに加えてこれですから。単価ですから。すげえな。意味ある？挑戦かな。ブランクウォールってどこなんやろ。なるほど。これはちょっと俺好きな空ですね。空、歌？俺もこれも好きですね。だって、そうだね、言っちゃってる。絵と合ってる。これ言っちゃっていいの？これ。これちょっと言っちゃうのまずかったんじゃない？時代遅れちゃうんじゃない？将来見たときに。何の心配？なんやろ？これ、これ、そういう、敵や、ガーってくる。なるほど、なるほど。これやっぱ練りメモリーのことを歌ってるやな。だからもっとファンの人は意味がわかるやろな。他のやつとかも。俺はちょっとしかわかんない。これも何の絵かわかんなかった。これは、っていうか上に書いてあるやん、姫って。俺、上の方ちょっと読んでなかったですけど、この相方のこと言ってるんですかね？相方っていうか、こいつか。この二人だと関係とか、飯田か。ちょっと有名なキャラなんやろ？超じゃなく、すごいじゃなくて。これは誰や？誰じゃん、上に書いてある。なるほど。このひ、あ、有名すぎる武器屋さんってなんかあるんや、他に。ちょっとわかんないですね。ちょっとわかんないですね。これ右側に入り口にいた人や、メトロの。これはすごい有名なキャラですよね、猫。旗あげるやつ。そもそもこいつが一番最初にいたやつやよね。ていうか、キャラって80匹ぐらいいるんですよね、スプラトゥーンズも。すごいな、やっぱスプラトゥーンっていうのも。これ、クマか。クマいたな。クマさん紹介みたいなのあった。さっき見つけた。さっきサントラないかなって調べたときに歩き回ってたらそこ行った。初めての店ばっかりやった。店も増えてる、もしかしてアップデートで。買ったことある、買ったことない。合うか。絶対任天堂の人ってさ、ヒップホップとか嫌いなはずなのに、嫌いじゃねえかもしれない。なんでこのゲームが作れたんかっていつも不思議なんですよね、僕。誘ってキャンプ場。私の心はアウトドアなり。誰の話？
なるほど、コロナがいいんですね。スプラトゥーンっぽい。この若葉はどこで見たっけな。これも見たこと、どこで見たっけ、これ。いつもより綺麗にガムテープ貼るっていうところはすごいわかります。いつもより綺麗に、なんか合わんな、単価、合うけ？あのグラフィティの。ん？よくわからない。ああ、なるほど。これはあるんやろうな、そういう時が。僕はそんなとこまで、もちろん行ってないですけど。カンストスっていうのも、任天堂の人は知ってたよね、そういう言葉。これ、イリコニウム？イリコニウムってこんなんよく見ると、煮干し？なるほど、なるほど。腹が鳴る。よくわからん。これも集めたな。今の1個前と、これはそうやな。これは鍵なんや。面白いね、今の。この絵は分かんないです、何か。分かりやすく急に。何、有名なシューズなの、これ。シューズなの、これ。シューズ多いな。ドキッとする。なんか合わんな。なんかいまいちあってないな。いっぱいあるのはすごいけど。武器と帽子とかシューズの話なんやね。ここら辺は俺一個も買ったこと、武器以外ないかもしれないんでわかんないんですけど、そうなんか？知ってる人は。はい、来ました。じゃあ、そういうことで。全部見ちゃいました。はあ、長かった。長い分、あれ？あ、チャットもある、チャットもやってみようかな。ならね。